YD ドックのラジ線情報です。 JMSS 日本模型潜水艦協会が主催する日本唯一のラジコン潜水艦の競技会サブマリンレガッタジャパン、その参加潜水艦の貴重な映像をご覧ください。こんにちは。あ、こんにちは。はい、お名前とハンドルネーム、高場さん、はい、通称タカちゃんであります。はい、どちらから来られました。神戸です。神戸から、はい、はい、今日はどんな船を持ってきていただきましたか。そうですね、今製作まだ途中であります、はい、シービュー号、はい、原潜シービュー号、海底観測作戦、はい、4ウィンドウのバージョンですね、はい、はい、メイビウスモデルのプラスチックモデルですね、はい、です。はい、ただですね、はい、これちょっと買ったまときのままでは、うん、長さはこれぐらいあったんです。そうですね、もう胴長なんで、はい、ちょっと監視側のやつを5センチほど切っちゃいました、ね、うん、全長を短くしてると。そうそう、80ちょっとですね、はい、高場モディファイドということですね、はいはい、昔の緑のシービュー号のような感じにちょっと近づい、緑のシービュー号ちょっと寸詰まりすぎるんですけどもね、ちょうどいい感じ、ブラウン管で我々が原潜シービュー号海底観測作戦、私はじめ白黒テレビで当時幼稚園の時見ておりましたが、私も小学校か中学校ぐらいで見ましたね、はい、それがずっとこう記憶にあったんで、その時の感じにこう非常に近い縦横比っていうことでね、はい、メイビウスモデルよりちょっと短い、皆さんこの感じのように見といてくださいね、はい、ちょっと長すぎますもんね、メイビウスモデルのやつはね、うなぎみたいな感じになってしまいます、はい、中を見せていただくことができますでしょうか、はいはい、でこれはですね、ちょっとまあ林さんのやつとあれはちょっと違うんですけども、うん、一応磁石で、あ、なるほど、あとちょっとこうレインフォースが、はい、あ、そう、補強板が入るようになっていると、はい、でこれでネジでギュッと押さえ込むようにしていると思います、分解が、環境が分解で取れるようになっていると、はいはい、それからで、それはその環境のプレーンは動くんですか、ラジコンで。動くようにはしてるんですけど、まだね、リンケージが入ってる、リンケージが入ってます、はい、一応。でこれが環境なんですけども、うんうん、ここにマグネットスイッチつけておりまして、なるほど、でここからキュッと入れることによって、ライトアップできるというふうにしております。電飾がつくんですね、はい、そして中が、中がですね、よいしょ、でこれがちょっとですね、まあ、この中に入る WTC を作る時間中があれもなかったので、これは保つ向けですね。そうそうそう、保つ、はい、さん の、うん、新風用のサイズに、うん、ちょっとねバッテリーが入り大きいのが入らないんで、うんうんうん、ちょっとバッテリーボックスだけ自作しまして、うんうんうん、でこうやって、うん、まあ、有効活用は、なるほど、これは、タムツ模型の一般的な WTC、 標準 WTC ですね、いわゆるガスバラスト、はいはい、特注の、ね、短かったりするやつじゃなくて、はい、いわゆる標準品です。でだけど推進装置はこれどうなってるんですか。これはですね、灯油ポンプの電池で作る、はい、灯油ポンプですね、はい、一応水流でジェット推進、そうです、はい、ジェット推進です、はい、になっている、はいはい、ということは、この WTC の中には推進用のモーターは入っていない。ああ、入ってるけど、こうして、はい、そう、なるほど、はいはい、ちょっとここ見えるかと思います、はい、ここにシャフトが見えると思います、はい、はい、はい、まあ、要するにそれは動かしてない、動かしてない、はい、繋いでない、はい、だからモーターが別途に2つ入っていて、はいはい、これ今ちょっと見えないかもわかりませんが、ここに、灯油ポンプが2つこう入ってますね、はい、それで、貨物向けモディファイの部品がついてますね、はい、はい、それでこれ左右別系統で駆動されてるんでしょうか。いや、一緒には一括一括でも、はい、ます。で、後ろにこう、はい、ラダーですね、ラダーがついておりまして、はい、一応はこれが動くわけですね、動くようになっております、はい、ラダーと、あとは、はい、これですね、はい、ラダーですね、はい、それからそれで、センダーはですね、この絵の中の吹き出し口を、はいはい、こう上下させるようになっているわけですね、はいはいはい、はいはい、これがこう上下するように、はい、皆さん見えご覧になりますかね、はいはい、ここですね、はい、皆さん見えますかね、はいはいはい、でちょっと動かしてみて、見えますか、見えますか、ちょっとあれなんですけど、
まあ、こういう風な感じにこうなってやると、うん、はい、はい、でガスバランスということですね、はい、でピッチコンもついてると、はい、はい、素晴らしいですね、はいはい、また来年もよろしくお願いします。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。 JMSS 日本模型潜水艦協会のご厚意で貴重な映像をご覧いただきました。このシリーズは2003年から現在までの参加艦をランダムにピックアップしてお届けいたします。ということで次回もお楽しみに。よろしければチャンネル登録お願いいたします。